どうもこんにちは、こんばんは、ゆうです。パープルアプリサクセスやっていきます。白洲水産外野手育成ですね。今回ね、このハッチ45にできたということで、初見プレイとしてやっていきたいかなと思います。初期評価45、スペシャルアタック70、イベントボーナス60、回復60、敏捷ボーナス6、コツレベルボーナス2、イベントボーナス 20%、 力効果 75% ということで、まあ通常雅のね、ちょっと強いバージョンですね。はい、頑張ってやっていきたいかなと思います。猫神、スムハッチ、雷の海、ルシバ、このデッキですね。ちょ待てよ、めちゃめちゃ可愛くない？いや、めちゃめちゃ可愛い。いや、このね、金魚すくえへん感じもめちゃめちゃ可愛い。やばいなぁ、マジで。俺んち泊まりに来へんかな、来へんな。アイテム、友達スタンプ使って、あと招き猫ですね。初期値。あ、ミートいいね。あー、走力遅いか。足遅いなぁ。あ、でも夜の方遅いかもしれん。夜の方も遅い。まあそんなくだらない話をほっといてやっていきましょう。ハッチの評価をちょっと今日はね、エコひいきで上げていきたいかなと思います。さあ行きましょう。ちょっと使うの楽しみにしとったんだよね、のハッチをね。金徳は切磋琢磨ですね。あの競争心のコツの上位金徳ですね。だからこのシラスの指導コマンドですね、これで、うん、そうやね、競争心のコツを一回でも掴んでくれたらありがたいけどね。この前のガチャビビったり、本当にあの SR3 枚引いて全部それが、まあ、1枚はハッチ確定やからあれなんですけど、まさかまさかやで、マサカリの山形前。ちょっと待って、キザルのあれ何やったっけ、マサカリの山形か。噛んでもた。よろしく。ん、ははははそうか、そんなに褒めるなって、褒めてなーい。とにかくバットは一本だけ、俺のバットも一本だぜ。いや、そんないな。そんなこと言うために動画出してるんじゃない。さあ、もうちょっとやね、もうちょっとピンクになる。あ、もうピンクとかもいったか。さあ、これで気分屋のコツをね、どうしても掴みたかったんですよ。僕ね、白洲水産でね、育成やってて、気分屋のコツをね、もうめちゃめちゃ掴んでしまう。勝てて気分屋取れないからね、本当に。もう、試合中絶不調になったら、もう、マジ俺のテンションも絶不調みたいな。さあ、指導来た。誰だ？いや、ハッチを指導してあげたいな。30か。いやー、でもこれは、ルシファーですね。いや、ここはルシファーやな。まあ、いろんなことを教えてあげたい。おー、ナイスタイミング。猫の好き嫌い。まあ、猫神はね、ほんと、最初、自己紹介で気分屋のコツ掴んでくれるし、あ、今、調子安定取れなかったんですけど、まあそうですね、金徳の大盤狂わせ、まあ2回目の金徳でね、あの高速ベースラン取れるんですけど、まああれは経験点がね、でかすぎるから取れないっていうのはあるんですけど、まあ大盤狂わせのね、経験点ってめちゃめちゃ少ないわけでもないけど、まあ少ないからね、ほんと使えるキャラクターかなと思います。45まで上げてたらスペシャルアタックコンバース 110% でしたよね。45まで上げるのってね、ほんとね、無課金の人からしたら大変やと思うんですけど、まあ僕も多分パワープロにかけたお金って20万結構いってるな、20万ぐらいしかいってないので、しかって言ったからな。でも大体100万とか超えてる人いっぱいいますよね。さあ、ちょっと指導を終えてない48。やっぱ進む評価ね、上がるの早いな。やっぱ初期評価が75。おお、競争心来た。これは嬉しい。
初期評価高いからね、進むは。ホモデッキやからね。ホモテーブルやね。お、何はなくとも、プロテイン。これね、まあ、一緒に飲んで評価上げよう。やる気下がるけどもね。疲れやったっけな。あ、違うわ。合ってるか。間違えた。今のの、一緒に飲むじゃなくて、飲むにしたら、やる気か体力が下がるけど、評価がある。だから今の上に選択するべきやったな、僕は。うん、こっち行きましょう。これで評価大丈夫かな。まあそうやね、いらない、取るべきコツ、いや取らん方がいいな。行きましょう。取ってしまうとね、最初に、まあ、ヘスラとかムードとか盗塁アシストとかって取りたいんですよね。ただ取ってしまったら、せっかくね上げて指導にできるのに足りないとかなってしまうから、僕はちょっと最近ね、もう取らない方向にしてしまった。取らないスタイルでいく。飲む。いただきます。評価大丈夫。41。あー辛いけど、高評価上げよう。ナイスパワーヒー。観察する。こういうね、でも気分屋の性格大好きやけどね、あの猫髪みたいな。いや、俺と付き合ってくれんのマジで。しゃあないな。チャンスの突破 OK。 さあ、あー、ここ行こう。あー、これね、ちょっとクラゲのパワーヒッター取れるイベントが来てほしい。なら、コツ2になりますからね。63。あ、なかなか、でもやっぱね、猫髪って既存値高いから、なかなか指導できないね。通りこそ、センキュー。まあ、ヘッスラは潰しとっていいかな、猫髪が来た時にね、取ってしまうんやったら、あの、通りとかね、走塁のコツを掴みたいからね。飲む。めっちゃ来るやん、イベント。めっちゃ俺のこと好きやん。ありがとうね。これ難しいな。あ、メンタルやな。やっぱりメンタルが不足すると思う。やっぱ競争心もあるし。やっぱシラスはね、この妄想を使ってイベントをね、あの進めれるっていうのがいいですよね、イベントキャラクターの。48いくか、これコア。25まで分けた方がいいね。守備も30までは絶対上げた方がいい。30でいいかな。どうしようかな。悪球打ち、やっぱヘッスラダイダとかは潰しとくか。ムードはちょっと仕方ないとしよう。あ、猫髪のコツってムードもあるか。追い打ち、まあ、追い打ちも取りたい。あ、一緒に走る。これ一緒に走る。まあ一緒に走るだけやね。これ筋力上がるんがありがたい。さあ、33、いける、いけるぞ。ありがとう。まあ普段ね、僕このあ、アウトコースはいらない、インコースだよ。普段ね、シラスやってるときは招き猫絶対持ってこないんですけど、動画のときはね、僕いつも持ってきてます。なかなかね、妄想ね、コマンド渋い時あるからね、話を続ける気分転換だとやる気下がってしまうので。マジか、いっか、押していけた、よかった。センキュー、流し打ち、クリスマス。まあクリスマスはね、ちょっと他の彼女キャラクターと違ってなかなかね、経験でもらえないんですけど、
まあ可愛いから許そう。はい、イエス。そうね、なんかサンバ新島と、まあこの浴衣ハッチ、どっちが使えるかってことですよね。正直言うと絶対サンバ新島だと思うんですよ。おい、ちょっと待って、これこれがある、あのハッチ、これがあんねん。大気を引いてしまうと不眠症にかかる可能性、キャラクターいるやん。ハッチと、あと誰や、あのサトリか、これは厄介やからね。ここでだ、俺不眠症引くか、しかもこれ直さなあかんからね。あの戦士兼彼女キャラクターはラッパーは発生しないんで、出た。まあ直さなくていいか、直す、これ直した方がいいか。でもまあどの方向でもそうなんですけど、やっぱね、体力はね重要だからね。逆境骨、あーやっぱ渋いな。さあな、ここやな、通院しよう一発で。よし、ありがとう。この医者いいやつやな、あの医者はいいやつ。たまにね、やぶ医者おるからな。下だと高速ベースランの金徳がね、もらえます、2回目で。で上だと継続ですね。あ、ルシファーからもらえる指導は本当ありがたいよ。ああ、そう、そういうのが欲しい。オッケーオッケー。そう、パワーもしくはミートコントロールの時が一番いい。で、そうだね、取るべきコツ、まあ流し打ちかな。流し打ち、逆境、体当たりと、ブロックもね、正直取りたいんですよ。あと、まあこの守備職人も直取りでいいかな。追い打ち、で通りアシスト、これぐらいかな。体当たりとね、ムードを潰すと2つで、91ポイントぐらいかな、筋力使ってしまうからね。あそこの駆け引きが難しいんやろね。そこはガマちゃんなんだよ。598、早いな本当ね。しらすってね、練習時間あっという間じゃない。気づいたらもうセクヨンの6月入って、はもう試合かみたいな。でイベントもいい感じで進んでくれてますね。51、これいけるね。そう、ミートこの打撃かな、うん、ミートを上げるときに精神ポイントも使ってしまうから、なかなかね、精神ポイントと筋力ポイントも使えなくてね。でこれをね、お、インコースナイス。これはささやき破りでいいかな。次バレンタインなので、ミートを上げるのが大事だからね。あの打撃の神様欲しいからね。で、バレンタインはね、ハッチ体力だけです、回復してくるのは。あ、これはソウル行こう。あ、これがありがたい。このミートコントロールがありがたい。そして打球のみ、センキュー。よし、ちょっとめっちゃいい感じに進んでる気がする。あと今上がってるのって打撃と守備やんね。そうだね、打撃と守備が C か。41、52、これはでもやっぱ敏捷上げるべきやから41いきましょう。そうだね、このまま行こう。まあ膝、対左とかでね、丸、二重丸取る必要ないんですけど、丸だけやったらね、またコツつかむときがあるからね。だからそこを取るのが難しいんだよね。 OK、 セックスの中盤で C ランクまでいけたから A ランクはいけるかな。ただ打撃の神様をつかみたい。83、35、これ35やな。
まあ経験点的にはやっぱこのね、今精神練習にルシファーがおることで精神ポイントがちょっと上がってるんですよ。だからここ行きたいんだけどね。だから雷が50とか呼吸50とかやったら行ってました。だからそれが難しいんだよね。オッケーパワー戦窮地。あーこうルシファー、ルシファーほんといいよね。マジでルシファー使える。もう一回復刻こうへんかな。復刻来たらまた45にしたいんだよね。さあここはデート行きますか。ちょっと進めてないな。で粘り打ち取る。あー100円とはいいわ。まだいい、まだ早い、まだ早い。リベンジ打ちはどうしよう。牛脂取るべきやな。はい、ということでデート1回目行きましょう。ちょっと待たせてごめんね、告白してくれたのに。せっかくお弁当俺のために。てか兄貴3人おんねんな。兄貴3人おんねんな。いいね。だからちょっと男まさりな女の子なんだよね。あー俺結構男まさりの女の子好きかもしれん。皆さんはね、あのスタイルがいい女の人が好きですか、それかもうちっちゃくて可愛い女の子が好きですか。僕ね高校の時やったらね、やっぱ高校の時って若いからなんか外見を判断するやん。だからスタイル抜群な女性っていいよねとか思ったんだけど、もうね今20超えちゃうとなんかちっちゃくて可愛い子の方がいいって思ってしまう。うわー俺ロリコンかもしれん。ロリコンやな。ロリコンの何が悪い。どうもロリコンのゆうです。で誰がやねんとか俺前一回言った気がする。さあ指導 OK。 あーほんと助かってるよ君には。ちょっと補給ポイントが欲しいな。お接戦。あー素晴らしい。コツもねかぶることなく一個一個取ってくれてますからね。そしてチームランク B に上がりましたね。ということは多分守備と打撃が B になってるかもしれない。はい、ということで鶴瓶打ちはコツがもらえなかったので連打のコツをつかまないといけない。そうね、ラッキーボーイ取ってで、まあ、インコースも取ります、まあ、アウトコース来たらもう正直運が悪かったっていうね、当たりどころが悪かったみたいな。デート行きましょう。3回目。体力回復しないのが2回目だけやったかな。あー臨床ポイント上がるんか。めちゃめちゃいいやん。でハッチと怒り進むはまあ強化イベントまだ来てないな。57、補給57上げるか、これは。うん。で、パワーヒーもしくは広角をつかみたい。連打、パワーヒー広角。この3つ、どれかが1回でも来てくれたらもう取る。あー、ラッキーセブンか。TO 実業でいきましょう。やめてよ。よしよしよし。まあ、よしではないけど、このイベントほんと痛いからな。52。まあここ上げちゃうと守備がね上がっちゃうからね。まあパワーヒー広角取るためには行くしかない。ハイボールヒッター取るか。タイエースも、そうはね、ちょっとリスクがあるコツは取っていこうかな。そろそろブロック体当たりも取るか。いやこれで筋力がね今さっき200ちょっとあったのがもう163に変わってるからな。おーナイス。もう脳み最高。もうパワフル最高。ということでパワーヒッター取りますか。取らないでいいか。もしかしたらクラゲちゃんのねイベントも来るかもしれないし。いやここまではいい感じに仕上がってる。
マジで買ったよ、帝王に。セク1のね、練習試合買ったの覚えてんねんけど、セク2の練習試合ってどうやったっけ、買っとったかな、ちょっと見てなかったな。よっしゃ、兄のバット、俺のバット、やるやるぞ、これは。ちょっとやめてよ、今度これで下がるのやめてよ。よっしゃ、広角打法、これで2つかめ、これがでかいねんな、これが強いな、暁の進むは。だいたい失敗しない。うん、まあ失敗したらパワーとミート5下がるんですけど、まあそうなったらもうやり直していいだけなんで。ただ成功するとね、まあほんと成功率高い。ミート2上がって、まあヤシの場合はミートパワー5上がるんやったっけな、あれちょっとどうやったっけ。ヤシ、投手では使ってないからわからないけど、ヤシ7ミート2でプルヒッターと広角打法のコツが2ずつもらえますね。でもプルヒッターと広角打法のコツを2ずつもらってちょっとなんかね、どうなんだろうね、どっちなんだよって感じ。出たー、浴衣で出し、俺も行くじゃないですね、俺が行くを選択してください。まあ失敗してもそんなリスクはないです。これ失敗したかな、うん、失敗したらね、ほら、体力とやる気が下がるんですよ。うん、でも、筋力ポイントと敏捷ポイント22もらえます。ただ、あ、これはでも45なんですけど、まあ多分、単体だったら18ぐらいかな。うん、失敗したら。成功したら、走塁骨3もらえます。これは大きいからね。これはどうする？このまま行く？さあ、筋力上げたいから、ここ38にするか。ここは絶対38にすべきやな。うわー、なんかめちゃめちゃついてない、あの浴衣でダッシュだけやったな。浴衣でダッシュか、ダッシュさしたいな。うん、いい感じで筋力ポイントも上がってる。お、競争心のコツ、これで4ですね、合計。うん、4つかめたので、で、デートもあと1回なので、まあ練習が渋いと思ったら、もうデート行きます。63。そや、これは上げるべきやな。で、競争心も取ろう。オッケー、切磋琢磨、これでいい感じに入る。いいね、早期骨。うわー、これね、大丈夫か。オール B やからね、ここ守備行ってしまうと、おそらく守備 A になかったりとかしないかな。どうしてもね、打撃の神様を掴みたいんだよね。うん、上がっちゃったな、守備 A に。いや、まあ仕方ない。投手やったかな、投手力、この左上投手のランクが一番高かったら一番嫌なんですよ。まあ広角砲でしょう。で、打撃の神様、代打の神様や。で、電光石火か。で、レーザービームの上位金属の高速レーザー。やっぱね、打撃なんすよね。この打撃。あ、ここタップできるんや。タップできるの？しなかった。だからね、やっぱヤシ育成やったら代打の神様。あ、ちょ待って、早くしすぎた。ちょっと待って、スキップなし。ね、これ。カップル限定の仮装ダンスパーティーだ。どうだキャップ、こういうイベントに参加するのも本格的なデートっぽいだろう。ははは、なるほど、だからハッチは浴衣なのか。ん、じゃあ俺も着替えた方がいいか。キャップはそのままでいいじゃん、野球のユニフォームも仮装みたいなもんだろ。じゃあハッチもユニフォームよかったんじゃん。 Ladies and gentlemen, are you ready? お、イベント始まったみたいな、踊ろうぜキャップ。え、ちょっと待って、俺ダンスなんて踊れないぞ、気にすんなって。ほら、私の動きに合わせて一緒に踊ればいいんだ。はぁ、よいよい。ほら、キャップも、はぁ、よいよいって、盆踊りじゃないか。ははは、私が踊れるダンスって言ったら、盆踊りしかねえからな。はぁ、よいよい。踊りは、音楽とは合ってないけど、リズムちゃんと合ってる。器用なもんだな。イェーイ、テンポアップしていくぜ、りょう。
これはさすがに、よっしゃ燃えてきたぜ。はーい、よいよい。よし、キャップ踊らねえのか。むむ、ハッチに負けてたまるか。はーい、よーい。なんやこれ、話長すぎるわ。ちょっともうスキップしよう。皆さん本当貴重な時間をね、ありがとうございます。まあ、切磋琢磨のコツは1掴みましたね。これは厳しいな。厳しいというか際どいな。めちゃめちゃ際どい。なんかパンツが見えそうで見えへん感じやな。打撃 S、 これ目指そう。どうしたかな。パワー火潰すか。いやー、これめちゃめちゃ難しくない？ちょっと待って、初戦やからホームラン打てるはず。たらパワー E なんだよね。パワー E で今僕弾道さんに上げてしまったから、さっきホームランが打てるとは限らない。よしよし、大丈夫大丈夫。まあ今しらすでやってるんですけどね。まあ暁強化のまあ良かった点、これはね、まあ、投手育成多分されてる方たくさんいらっしゃるじゃないですか。まあ試合ね、負けにくいね。だから納金とかクドガネに比べたらやっぱ試合に勝てる。まあそこが僕やっぱ一番ね、ストレスなくできたかなと思います。まあクドガネもね、強化キャンペーンの時やったらまあスポーツジムチケットっていうアイテムがもらえるんですけど、まあそれをね、やっぱ3枚4枚とか使ってたらやっぱ勝てる。でもそれがなかった時とかやったら、やっぱいい選手せっかくねできたのに、うわちょっと決勝戦で負けたとかね、あの地区大会の。なんか甲子園1回戦で負けたとかよくあったんですよね。せっかく招き猫持ってきたのに負けたらね、正直テンション下がるじゃないですか。まあそういうのが暁には好きなかったっていうのが、やっぱね、僕、暁やっててよかったなって思いますね。まあ、打倒をね、あ、僕さっきね、もうついさっきですよ。打倒を、一気にやったんですよ。一気に、4人やったんですよ。アレフトと三本松、イカリ守る、一ノ瀬。あれは気持ちいいね。あれは気持ちいいねんけど、招き猫持ってきてなさすぎて、あ、持ってきてなくて、イベント走らなさすぎて、激闘友沢と暁マンモンのイベント見たんっていうね。まあ、招き猫はね、やっぱり、サクセスする上で、ね、持って、行くべきアイテムは、まあ天才入部届は別として、ちょっと待って、めちゃめちゃボンダー多ないこれ。うわー、スタードライブめっちゃ投げてくるやん、めっちゃ好きやん。 OK、やっぱ皆さんからね、こう僕の声聞いてたら、関西弁丸出しですかね。僕ね、あんまね、自分関西人やねん、こんなこと言うのもあれなんですけど、関西あんま好きやないんですよね。関西あんま好きやないねん。むしろ横浜とか、千葉県に住みたいねん。まあ静岡とかね、あと三重県も好きなんだよね僕。さあミートコントロールとか、オッケー、よし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 、いい感じ、ちょちょちょ、いい感じ。え、なんで投手がいいの？あ、コントロール上げたから。マジか、ちょっとこれは
これは鬼門やで。うわ、これは難しいな。あ、違う違う違う、パワー上げへん、パワー上げへん。これは難しいな。これはだからもうあれですね、こういう時は走塁、肩、守備、補給のもう指導が来ても、まあもう A ランク、チームランク A に達成したからいかへんことかな。いや、これ打撃エースならへんかな、ほんまに。いやいや、これで合格法とか来たらもう俺はギブソンジュニアかみたいな。まあ面白い関西人はこんなツッコミしないんでね。これは関西人の中でも一番下の僕が突っ込んだだけなので。でもこの前のね、お絵かき心理テストっていうアプリ出したやつは僕ツッコミ担当やったからね。まあそうやな、俺ボケ担当ではないな。多分ね、関西の人じゃない方が関西人のことどう思ってるかっていうと、やっぱね、せっかちとかね、なんかすぐ切れるとか、よう喋るとか思ってると思うんですよ。まあ本当そうやね。本当そうやと思う。まあただ関西人はね、そんななんか関東の人の笑いをなんかバカにはしないかな。なんか関西人は関西人同士で多分プライドがあるから、この関西人もなんか笑いおもんないなとか言うと思うんですよ、うん、でも関東の人にそういうことは言わないですね。だよね、これでも絶対行くべきだよね。あー、やっぱこっちやな。よし、今の我慢した、今のめっちゃ我慢した。今のそう言ってしまったら絶対電光石火掴んでしまうから。これコツ取った方がいいんかな。コツはもう最後でいいよね。で、俺金徳も全然取ってないな。うん、行きましょう。まあ今パッて見た感じだと多分筋力ポイントと精神ポイントが不足する。しらす追う展開で迎える1回です。ワンアウトランナー1塁という場面、打ちました、痛烈入る。まあやっぱこのね、波動高校が地区大会決勝の波動高校と対戦するまでに、パワーヒもしくは広角打法は絶対取得ですね。この地方球場やからといってね、爆速ストレート出ないからね、本当に。ノーアウトランナー1塁という場面、そして変化球投げてきたということで燃えたら投げました。爆速ストレートを見送ってボール、一球外してきました。投げました。ちょ待って、さっきウエスト使ったから、ウエスト使ったらあれな、あかんの。同点で迎える。これめっちゃ今恥ずかしいやん。ワンアウトランナー一塁という場面、メローニ、今日メローニホームラン2本を打っています。ほらこれパワーヒッターつけとってもこれ今点取れんかったからね、ホームラン打てんかったから。危ねえ、これやばかったな。ワンアウトランナー一塁という場面でメローニ、今日はチームの全打点を叩き出しています。よし、投げました。オッケー、やちょっと焦った、正直ちょっと焦った自分がいる。優勝おめでとうって書いてたね。絶対思ってないよね。あー、でもこれダブルタックは行くべきやな。センキュー。ああ、どうしよう、めちゃめちゃ難しいわ。皆さん何が来ると思います、金徳。うん、電光石火ですか。いやー、確かにね、僕も今電光石火来るんじゃないかなと思ってるんですよ。1回の裏、しらす攻撃に入ります。トップバッターはメローニ、打ちました、痛烈。いやでも多分打撃の神様かな、僕は打撃の神様って信じてます。しらす追加点のチャンスを迎えました。ワンアウト満塁という場面、これはいい当たりだ。あ、フォースクベースランスか。入った入った。
いや、高速ベースランじゃないわ、高速レーザーか。高速レーザーも掴めそう。今日2打席連続でホームランを放っている。打ったこれは強烈、いった。なんかね、僕勝手に思ってるんだけど、シラスがもし強化イベントだったら、先頭バッターはメローニ、ここまで全打点を叩き出しています。今みたいにとかのやつを一気に掴む、エピローグで。いや、それはないか。 A 以上にしたら全部掴むとかないか。強化されるんかな、シラスって。されたらもう最強やろね。みんな SS 作れるで。さあ、これかけるか。妄想にしてかける。あかんあかんあかん、補給あかん。補給にしたらあかん。ここでブンブンできたということだ。CBS になってる、なってない。よかった、焦る。よし、青骨ちょっと潰します。早期骨、阿部ひとる、広角も取る。片目打ち取る。5番クラス、あ、5番クラスはまあ金属やから後でいい。あー、難しいな、これめちゃめちゃ難しい。青骨はめちゃめちゃ取ったな。まあ、あとこれね、パワーが A とかやったらおそらく S8 とか言ってると思うんですよ。うん、パワーまだ D やからね。だから僕ね、ちょっとシラス水産はね、筋力どうやってあげるんかなってずっと悩んでてね。まあ、たまにね、うまいことハマったら A になるんですよ。まあ、筋力が弱いキャラクターをデッキに入れるとかね。だからこのデッキで雷とか脳みを、あ、脳みは入れるかな。いや、でも僕ね、バレホーム使いたいんですよ、本当は。バレホーム使って、まあ筋力、パワーがね弱いキャラクターを入れたい。ツーアウトランナー三塁という場面で打ちました。痛烈、いった、入った入った。2番シラス、追加点のチャンスです。ノーアウトランナー二塁という場面でメロー。あかんわ、俺ブンブン打てへんわ。ブンブンほんま打てへん。いや、てか絶対ここの打席で打たないと次の打席回ってこない。今日2打点メロー。投げた、いったいった、これいった。よし、オッケー、5打席目。これでホームラン打ったらチャラ。ツーアウトランナー二塁という場面でメロいったんじゃない、これは。よっしゃ、だん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 なんか打てるようになってきた。ブンブンはね、ほんと最後に、最後の最後までボールを見極める、これがコツかな。僕自分なりにね、ブンブン攻略コツをね追求しとったんですよ。だから球が遅いから最後の最後まで見る。オッケー、これ86いく。もうこれ10点足りひんやん、10点足りひんやん。これ皆さん気をつけてください、本当に。もうこういうことあるんで。だからね、能力を上げすぎたらダメなんですよ。オッケー、これで最後終わりましょう。これ阿部ひのこととかあったのにな。あ、キャッチャー落ちたか。いや、青攻めは僕はしてません、これは。パワー C まではいけるか、見た感じだと。おー、鶴で打ちがつらい。最後エピログで取れる、取れるか、取れるけど意外と技術が不足したっていうね、結果でしたね。3-4-5で鶴瓶打ちで6で、うん、代打の神様が来ると信じてます。珍しいな、総主が A になるってことは。なんかそれだけルシファーの青骨を踏めてたってことですね。先制のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー一塁二塁という場面でメロー。うわー、チャンスボールを見逃した。今メジットバッターサークルに控えているのは鈴木、投げました、危ない球、投げました、危ねー、バッターよく見ました。カウンター2ボール1ストライクです。投げました、よし、いった、伸びた、伸びた、オッケー、入った、入った。一ノ瀬ね、本当あんま好きやなかったけど、リードで迎える赤月京子ありがとうね。ランナーなしという場面でメローニ、これはいい当たりだ、いったー。もうね、もうこうやってありがとうねって言ったらストレート投げてくれるからね、もうこういうとこが好きやね。シラスリードで迎える5回です。出た、今日2打席連続でホームランを放っているメローニ。お、いったか、どうだ、また俺チャンスボールに逃した。
いや難しいな本当に当てるの。ライジングキャノン5カウントワンボールワンストライク。第3球を投げました。あーこれ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 本当資金の時もねかなりやられた。投げました。もうカウントは2ボール2ストライク。投げた。あーちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、今若干ね皆さん分かりました、若干回線おかしくなった。知らず追加点のチャンスを。しリベンジ。ツーアウトランナー二塁という場面。ありがとう。打ったこれは強烈。左中間大きいぞ。入った入った。本当ね関西人ってね。知らず。多分ね振るん早いんよ。いや分からへんけど、その他の地方の方がねどういうスイングの仕方してるかわからないし、まあ人それぞれ個性だと思うけど、僕は本当せっかちな性格で自分でも分かってるから振るん早いね。待てへんねん。あと初球とかどんどん振っていくやん。あの文部高校にしても待てよって多分思われてると思うけど待てへん。さあ電光石火でしたね。8000経験点8000です。これ電光石火潰す、まあ、とりあえず鶴瓶打ち。これ電光石火取れるか否か。取れない。はあ、そうくるか。じゃあ基礎値上げていこう。あ、打球のみ取りたかったけど多分これ取れないな。こうして内野安打取って気がしにくさも取りたい。あ、取れない。これほんまに出んの。いやちょっと待って。待てよ、俺は考える力を持たないといけない。こうしたら、あー難しい、パワープロ難しい。まあこんな感じでちょっとね、そうこんな感じでいいかな。置いてきました。ACSCCC ですね。金徳はちょっと規約、エピローグの電光石火は取らずに、まあ、金徳6個ですね。めった打ち、規約、バンクラセ、鶴瓶打ち、内閣筆田、切磋琢磨。なんとか琢磨っていう、名前の方がいらっしゃったらね、この切磋琢磨ちょっと嫌やね。うん。まあ、今回良かった点はね、青骨結構バラバラに取れたっていうことと、まあ、パワー比がね、取れた。うん、脳みから取れたね。あと、進むの降格とか、この、プルヒッターのイベント。あれは熱いね、本当に。ね、ハッチ使った感じは、やっぱね、走力ね、まあ、猫髪と組んでたっていうのもあるんですけど、走力がいつもだったら僕 S にならないんですけど、S にできましたね。うん。で、競争心のコツが、2回取れたおかげで、まあ、切磋琢磨も経験点少なく取れたし、まあ、浴衣イベント成功、ね、ちょっとできなかったんですけど、成功したら走力コツさんあるし、やっぱ通常のハッチよりは、まあ、やっぱ明らかに強いね。うん。で、まあ、通常新島、内閣筆談の金徳の方の通常新島よりも、まあ、強いかなっていう印象は、うん、感じました。皆さんもぜひ使ってみてください。はい、S ロック、あ S7 届かんかったね、やっぱ金徳のあれで。はい、ちょっとね、僕正直ねフレンド枠って多分1個だけかな。いやー、これやったらどうだろう。ね。僕ね、ユウっていう名前に、まあ、チーム名はユウなんですけど、このプロフィールの上でね、このダッフィー、僕ダッフィー好きなんですよ、ディズニーシーのキャラクター。だからダッフィーで最初は撮って、まさか自分が動画投稿するとは思う、その時全然思ってなくてね。うん。まあ、この名前でやってるんですけど、まあ、今、暁の進むですね。45。まあ、これ、リード変更して、まあ、発着とかもできるんですけど、まあ、僕ね、正直言うと、フレンドさんは、僕の動画見てくれてる人と、フレンドになりたい。って思ってます、ずっと。うん。だから、もしよかったらね、まあ、一人しかちょっと今空いてないんですけど、また整理してね、うん、ちょっと、こういうのもね、やりたいかなと思います。もしよかったら、もしね、ID 教えていただけたらね、嬉しいですね。まあ、それか、
まあ、コメントしていただいてね、僕12460534666なんで、12460534666やね。うん。なので、ぜひね、フレンド送ってきてください。もし送ってくださってね、コメントぜひください。コメント、コメントしてくださったらね、わかるので、はい。ぜひよろしくお願いいたします。こんな僕でよければ、ぜひフレンドになりましょう。じゃあまた次回の動画でお会いいたしましょう。ゆうでした。